はい、皆さんこんにちは。佐賀健敦です。1時15分ですね。はい、まったりとした午後でございまして、いい感じですね。千代田区10度、この部屋は18度、暖房をかけてません。もうね、日が照ってきていい感じですよ、ほんまに。ただ今日はこれからですね、2時からですね、またライブをやるんですけど、ライブやらなあかんと思うとですね、まずもってこう昼寝できひんなと思うんですよね。いや、眠たくなったら寝るっていうのがやっぱり一番ね、やっぱりこう、なんていうか、私にとっては楽しみみたいなもんでして、眠たい時に寝るというのがですね、まあもう別にこんなウィークデーもね、土日も関係なく、そうなんですけど、最近ね、朝寝すぎるんですよね。今日も10時、パッと目が覚めてね、ですね、起きなあかんやんと、チッと見たらもう10時でしたからね。いや、冬はやっぱし朝寝るんですかね。今日もこの部屋、ここに来たのが11時20分ごろちょうどかなという気がしますけど、お昼ご飯にビール系飲料3缶いただきましてですね、あれです、3缶いただきまして、ふわっとしながらですね、午後2本目の動画を撮ってますけど、行きましょうか。今1時20分ごろですよ。これ2時からライブなんですね。多分これ聞いていただく人は間に合うか間に合わへんかぐらいじゃないですか。行きましょう。ロイター、3分で読むって書いてありますね。アングル、自国に失望した中国の超富裕層、目指すはシンガポールというタイトルの記事でございまして、3分となりますとちょっと長いんでね、かいつまんでいきますね。シンガポール31日ロイター、31日のが昨日4日に上がってるんですか。まあいいけど別に。中国の富裕層の多くは家族の資産を移す理想的な場所はシンガポールかもしれないと考えている。大学院生のザイン・ジャンさんもその一人だった。まあそうでしょうね、シンガポール中国人の街ですからね。アジアの金融ハブであるシンガポールの大学で学んでいれば永住権の取得につながるのではないかとジャンさんは期待している。26歳の彼は勉学に忙しいが、彼の妻は、奥さんいるんや、500から700万シンガポールドル、過去約4億9600万から6億9400万もするペイントハウスを物色してる。お金持ちやん。ほんまに。4億とか6億って多分ね、日本人が一生かけて稼げる金より多いですよ。シンガポールは素晴らしい、安定している、投資機会もたくさんある。昨年この地で開かれたビジネスと慈善活動に関するフォーラムに参加したジャンさんはロイターにそう語った。ジャンさん一家は今後の資産運用のため、いわゆるファミリーオフィスをシンガポールに設けるかもしれないという。シンガポールのシャングリラホテルで開催されたフォーラムでは、家族の資産運用や持続可能な投資といったテーマが議題となり、富裕層の人々が大勢参加した。多くはエルメスのベルトやグッチのショール、クリスチャン・ディオールの最新のバッグといったデザイナーブランドを装っていた。中国系の参加者には最近シンガポールに移住してきた、あるいは移住を考えているという人も複数見られた。中国人もブランド好きですね。日本人も好きでした。というか好きでしょうけどね。僕全く興味ない。なんでしょうね。僕の財布ね、これね、なんかのね、偽物なんですよ。もうね、ブランド名も読めなくなりました。何やろ。なんかのね、偽物なんですよ。別に好き好んでこれをね、使ってるわけではなくって、とある人にですね、こう、まあ整理してくれって言われてですね、整理した中で、これは偽物やから、要は処分できない、要は、お金に換えない、換えられないというのをですね、まあしゃあないなっていうんで、自分で使ってるんです。でも結構いいですよ。もう10年ぐらい使ってますよ。こういう財布ね、10年も使えるってね、珍しい。読めないよ、もう。フィリピン製らしいんですけどね。
あ、ジバンシーかな、ジバンシーの偽物ですよ、いや包装、縫製がしっかりしてる、まあ、どんどんええんですけどまあまあ、ですね、いきましょう。負担の軽い税制や政治的な安定というイメージが手伝って、シンガポールは以前から外国の超富裕層にとっての安息の地となっていた、だが2021年以来シンガポールには新たな富の流入が見られる、背景にはアジア諸都市の先陣を切って新型コロナウイルス関連の規制を大幅に緩和したこと、そして多くの中国人が自国の厳格なコロナ対策にうんざりしていることが挙げられる。2021年に香港の居住権を得たジャンさんがシンガポールに目を向けるようになったのも、そうした自国政府に対する幻滅が理由だ。ジャンさんは香港と中国本土を行き来する際の隔離期間の長さに触れ、だんだん我慢できなくなってきたという。香港での政治的な混乱にも失望したと話す、超富裕層のために投資や税務資産移管その他金融関連業務を行うのがファミリーオフィス。シンガポールでは2021年に400社から約700社へと急増したというのは、700ファミリーぐらいの富裕層がシンガポールにドーンといるということですね。もうほとんどが中国籍の、もともと中国人やった人でしょう。続けます。シンガポールでファミリーオフィスといえば、あ、まあいいわ、飛ばしましょう。ファミリーオフィス設立支援業務に携わる弁護士チェン・ティンファイさんは、2022年末にはシンガポールには2000万ドル、約26億円以上の資産を移したという人たちからの問い合わせが週に1件はあったと話す。まあ以上、このあたりで貼っときますね。シンガポールっていうのはご存知の通り、中国系の方々の町でして、人口7割が中華系と言われています。で、昔からシンガポールにいる中国人もいればですね、最近やってきた中国人もいるわけであって、基本僕の認識では英語の街なんですけども、広東語もですね、北京語もですね、公用語の一つになったんじゃないかな。あとマレー語ですね、まあインドネシア語も似てると思うんですけど、あとヒンズー語も公用語であったような気がしますけど、まあ基本英語なんですよね。まあそこにですね、非常にその、なんて言いますかね、中華系の人々が作ってる街にしては超合理的なんです。超合理的で、こう治安もいいしですね、まあ日本より安全なぐらいですね。やっぱり中国人の金持ち、金を持っていれば快適な街なんですよ、シンガポールっていうのは。だから金を持ってる人にとってはですね、安全で快適な街ということで、どんどんやってきてるということではないかなと。で、ただこういう時、こういう記事を読む時にいつも思うんですけども、中国本土からねお金って持ち出しにくいんですよ。まあただそういう富裕層ってね、あの手この手で持ち出してるんですね、もう規制がこうかかる以前から。なんで、あとは自分の体と家族の体をですね持っていくということになろうかと思います。で、まあ、結局なんて言いましょうかね、こうお金を持って中国からシンガポールに行くということになるわけであって、中国にとってはですね、外貨流出ということになります。で、なんで中国から出ていくかというと、居心地が悪いからと、それにつきますね。で、非常に中国自体が共産党のですね、専制独裁の国ですから、自分や家族や、そのなんて言いますか、自分の党派みたいな、まあ、族がですね、迫害を受けるということもありうるわけでして、そうだったら関係ないところに行こうやということになるんでしょうね。それでどんどんシンガポールに集まってくると。まあだからね、中国からするとね、頭脳とね、外貨の流出に他ならないんですよ、こういう動きって。日本にはいっぱい来てるそうですね。まあ日本は安いっていうのがあります。シンガポール高いですよ、何かにつけ高いですけども、日本は安いし、まあどう言いますかね、消費者として、一消費者として住むんであれば日本は多分最高でしょうね、世界一でしょうね。まあそういうこともあってですね、どんどん中国からですね、富が流出してる。富だけではないんですね、こういう人たちみんな優秀なんですよ、優秀な頭脳も流出してると。
いうことですね。結局この動画でもよう言いますけども、中国ってねこれから衰退するんですよ、まあ、明らか衰退するんですよ。なぜかというとですね、こういう人たちはお金を持って逃げる、頭のいい人も逃げる、どん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 逃げる。いくらね分母が大きくてもね、やっぱり優秀な人たちって限られてますから、あるいはお金をきちんと稼げる人、運用できる人っていうのは限られてますから、それがどん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 いなくなってですね、劣化していくわけですね、中身が。まあそれをこうやらかしているのは習近平の、まあ、共産党共産主義回帰の政策に他ならないわけであって、でゼロコロナみたいなアホなこともやりましたよね。なんでもう絶望した人がどんどん出ていってるという状況ですね。まあそれの一つの一断面ではないかなと思います。このロイターのページ貼っておきますんで、今ちょっと飛ばしましたけども、ご興味ある方は読んでみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。